1年前、1000年に一度とも言われる大地震が発生しました。東日本大震災です。現在もその爪痕が随所に残っています。ここ気仙沼のこの地区では、地震により地盤が大きく沈下しました。このため1日2回満潮になりますと、今でも膝下まで海水がなだれ込んできます。復興への見通しはまだまだ立っていません。明治維新以来、東北地方はこのように蔑まれて言われることがありました。白河以北一山百門、福島県の白河より北は一つの山でも百門の価値しかない荒れ地ばかりという意味です。この言葉に何クソと反発心を抱き、あえて河北という名前をつけた新聞があります。河北新報です。115年前に創刊されました河北新報は、こちら仙台市に本社を置きまして、東北6県を網羅しています。発行部数はおよそ50万部、とりわけ宮城県内でのシェアはおよそ 70% です。宮城県内は最大震度7を観測し、沿岸部は高さ10メートルを超える津波に襲われました。死者行方不明者は2万人近くに上りました。河北新報社も沿岸部の支局や販売店が流されるなど深刻な被害を受けました。河北新報には震災後、多くの読者から手紙が寄せられています。それは大震災の翌日にも新聞が届けられたことへの驚き、あるいは言い知れぬ感動を覚えたという手紙。新聞は食料と同じ救援物資だと思いますと、このようにしたためています。これは自らも被災しながら諦めずに新聞を作り続けた人たちのドラマです。明日の朝刊の頭どうしましょう。どれも弱いな。石原都知事の四選出馬ってのもありますが。マグロ船団の帰還はどうだ。気仙沼の菊池さんに確認してくれ。はい。夕刊作りが終わり、朝刊作りが始まる前の束の間の時間、いつもと変わらない金曜日の午後だった。7を超える大地震がおよそ30年周期で繰り返し発生すると言われていた。前回の地震は1978年、数年以内に 99% の確率で次が起きると予測されていた。2日前に震度5弱の地震があったばかりだった。長かったな。一昨日のとは全然違いましたね。
地震速報、地震速報。震源地は三陸沖、最大震度7。地震速報、地震速報。震源地は三陸沖、最大震度7。震度7。地震速報、地震速報。震源地は三陸。大丈夫だからね。心配しないで。大丈夫大丈夫。大丈夫かな。こりゃひどいな。お父さん。配達行ってこい。遅れそう。大丈夫かな。家とか倒れてんじゃないの。何がします、すぐに避難してください。何がします、すぐに避難してください。何がします、津波来るって。無理そうなら戻ってくればいい。でも分かった、行ってくる。気をつけてね。日か迎えに行っといて。避難しなくていいのかな。放り出しとくわけにいかんだろう。でもみんな新聞を待ってんだ。分かった、ちょっと行ってくる。じゃあゆりちゃん、これ着ていけ、寒いから。ありがとう。新宮は三陸沖です。行きましょう。津波警報が出るぞ。情報取りに消防行くか。すいません、先行っててください。俺子供迎えに行ってきます。子供、妻が仙台の実家に行ってていないんですよ。安全確認ができるまで直ちに外に避難してください。繰り返します。ビル内は大変危険です。
安全確認ができるまで直ちに外に避難してください。早く避難してください。記者たちの安否確認がまだなんだよ。とにかく早く出てください。お願いします。ビル内は大変危険です。安全確認ができるまで直ちに外に避難してください。中入れないの？危ないって。ラジオ、車のラジオをつけろ。気象庁は岩手、宮城、福島の3県の太平洋沿岸に大津波警報を発令しました。繰り返します。気象庁は岩手、宮城、福島の3県の太平洋沿岸に大津波警報を発令しました。大津波？津波警報じゃなくて、宮城、福島の3県の太平洋沿岸に大津波警報を発令しました。どうだ、誰かとつながったか？いえ、誰もつながりません。これは現在の釜石市の映像です。すぐに海岸から離れてください。電話もつながらず、情報が得られない中、自家発電装置でついたたった一台のテレビに信じられない光景が映っていた。絶対に海には近づかないでください。繰り返します。すぐに警報が出てます。少し教室で待機していてください。あ、津波本当に来るのかな。さあ、でもかなり大きい地震だったよね。一昨日も大きかったけどさ、結局来なかったのよね。念のため警報が解除されるまで屋上に避難します。はい、急いでください。行きますよ。こっちです。はい、行く。ちょっとうちに子供の上着取りに行ってくる。このまま屋上に行ったら風邪ひいちゃう。ちょっとうちの子見てて。うん、あ、気をつけてね。じゃ、お母さん、うん、お家大丈夫かな。大丈夫よ。じゃあ一緒に行こうか、ね、見ちゃダメ。早く逃げて。早く逃げろ。
エンターテインメントに特化した定山渓ビューホテル東屋サンパレスではイルミネーション銀河を開催。ニューアカンホテルではホットに恋するアカン冬レシピでおもてなし。私たち荒上観光。ソロモン流、都内に12店舗を構えるドミニクサブロンをまとめる若きパン職人。常に美味しいパンを求めて、フランス伝統の味にアレンジを加えた極上のパン作りに密着します。幕の内が炊き込みご飯に出来たてやら見える。炊き込みご飯が炊き上がった瞬間まで見える。うそ。なんと炊き込みご飯が無料で選べる幕の内弁当、ほっともっと。次回は4月21日22日の2日間、出店者募集中。みんな待ってよ。ゴールデンポケット。目って一日中いろんなものを見て疲れないのかな。だからビジョンケア、豊富な知識と確かな技術で見ることすべてをサポートするんだよ。スプリングコレクション開催中。ガイアの夜明け。あの日から1年、戦う人々を見つめ続けた。やるよ、やります。復興への道。あなたはもっと美しくなれる。渡辺美容室、最新のヘアファッションであなたの魅力がさらにきらめく。癒しの空間から夢と美のステージへ、渡辺美容室。子どもフレンドパーク2012釧路市観光国際交流センターで開催。いくつものアトラクションをクリアして完全制覇を目指そう。みんなおいでよ、夢の遊びにチャレンジだ。お問い合わせはこちらまで。歯医者どうしよう。お金かかるし面倒だし。一社にお任せ。歯医者すべて買い取ります。すぐお電話を。全道8店舗歯医者買い取りなら一社の石上車両。河北新報には災害時の非常用に自家発電装置があり、停電になっても機能が維持されるようになっていた。しかし何とかなりそうか。すぐにこいつを起こしてシステムを立ち上げ直すのは難しいです。教授には無理です。紙面を作るためのサーバーが復旧しなければ新聞は作れない。無理か。現場は大変危険な状況です。できるだけ高いところに避難してください。繰り返します。できるだけ高いところに避難してください。現場は大変危険な状況です。できるだけ高いところに避難してください。大きな津波が、南波にも分けて迫っております。白波を立てて、砂浜へ向けて押し寄せているのが確認できます。仙台全域停電ですね。ガスも水道も止まってます。この辺で電気が通ってるのはうちと警察ぐらいです。そうか。支局と連絡は、かけ続けてますが気仙沼と志津川がつながりません。全く状況が分かりませんね。現地には行けそうか。いやー、分かりません。ヘリは、ヘリはどうした。それが仙台空港は津波にやられてヘリ出せないそうです。空港に津波？嘘だろ。陸も空もダメ、支局もつながらない。どうします。全国紙は福島からヘリを飛ばして空撮入れるでしょう。
繋がったか。いや、まだ。うちもダメだ。寸断される中、人々は何が起こっているか分からず、ただ行き場を失っていた。いいか、俺たちにできることから始めるぞ。やれることやる、今はそれしかない。はい、行けるところは直接行こう。はい、おい、動けるやつ集まってくれ。学校、駅、病院、手分けして市内の取材をしてくれ。僕、病院行きます。五ツ橋中学校が指定避難場所になってます。私そこ行きます。誰も気をつけてな。はい。あ、車ダメだぞ、渋滞してるからな。わかりました。自転車使え、自転車。はい。あ、主任も言っとけ。はい。あとは、あ、電話。はい。はい。最近眠れない。声に耳を傾ける。食欲もないんだ。自分に自信が持てなくていい。何をするにもやる気が出ない。何か気づいたら声をかけてみよう。もうどうなってもいい。もっと話聞かせて。大切な人の悩みに気づき声をかける。それがゲートキーパー。ゲートキーパーの輪に加わりませんか。ファイターズを応援しよう。トップバリュー商品を含む3000円以上のお買い上げでチャンス。見逃せない限定お試し価格も。イオンスーパーセンター。夢の海外暮らし、ニュージーでアウトドア、ハワイで子育て、韓国にプチ留学、そんな夢を円高が後押し。今がチャンス、憧れのプチ海外暮らし。福知観光バスケ号、札幌発着毎日運行、温泉行くなら野口観光の無料送迎バス。皆さん知ってました？イカ塩辛って実は万能なんです。うん、食べ方いろいろ、函館武田で検索。武田食品。頑張れ受験生、もうすぐ公立高校入試。テレビ北海道ではその回答と解説、そして気になるボーダーラインをご紹介します。公立高校入試回答速報、3月6日午後4時放送。震災対策本部会議がフロアの一角のオープンスペースで開かれた。印刷センターは無事ですが、サーバーが倒れました。復旧には少し時間がかかりそうです。作れんということか。いや、新潟日報さんとは話がついてます。明日の朝刊作りでサーバーを使わせてもらうことになりました。河北新報と新潟日報は災害などで紙面が作れなくなった場合、
もう一方の社が紙面作りに協力するという緊急時の新聞発行相互支援協定を結んでいた。8ページだけですが、向こうで紙面を組ませてもらいます。出せるんだろ。出します。うちの千葉といい浜がもう新潟向かってます。そうか。今まで我々はこの地域の皆さんに支えられてやってきた。その地元がこの大震災で苦しんでる。みんなもそれぞれにあるだろうが、どうかよろしく頼む。お願いします。販売店の多くが被害を受けていた。中でも海沿いにある34店舗は連絡すらつかない状況だった。深沼見に行った方がいいな。車で10分ぐらいだし。中島さん、無事か？アラちゃん、つながってるの？つながってるよ。アラちゃん、津波が来た。お父さんがいない。息子たちもいない。津波？中島さん、落ち着いて。今どこ？津波が来たのか？アラちゃん、とにかく落ち着いて。もしもし、もしもし、店が流されたって。深沼に津波が来たのか？くそ、どうなってんだよ。沿岸部の支局繋がったか？いや、全然ダメですね。電話ダメですわ。とにかく連絡をつけてくれ。現場の記事が欲しい。はい、はい。全然繋がらん。大丈夫でしょうか、支局。もしもし。え、静川です。渡辺です。渡辺、無事なのか？やっと繋がりました。無事です。支局は流されましたが。本当か？静川は全滅です。全滅ってどういうことだ？町がなくなりました。町がなくなったって。家族は？
無事です。息子と二人で静川高校に避難しました。仙台の妻とは連絡が取れませんが。そっか、とにかく無事でよかった。すいません、原稿も写真も送れません。回線がダメです。分かった、そのまま話せ。え？お前が見たことを話すんだ。こっちで撃つ。巨大な津波があっという間に町を襲いました。飲み込まれる船、車、家、町が消えました。高台にある静川高校に避難しました。午後3時35分ごろ、海が白く波立ち、大型の漁船が流されていくのが見えました。直後に土煙が上がり、津波が堤防を乗り越え、建物を次々と襲い、瞬く間に5、60軒の家がなぎ倒されました。僕の周りには避難してきた人たちが200人くらいいて、あちこちから泣き声や悲鳴が上がりました。あまりの光景に何も言葉が出ませんでした。ほんの数十分で町から建物の姿は消えてしまいました。明日の境目はお前の記事でいく。はい、とにかく安全だけは確保しろよ。はい。できたの妻子持ちなの。他人の娘騙して親を騙して、惚れたら惚れたてやり方があるだろ。最低だよ、男として最低だよ。定山渓ビューホテルラグーンに海賊船グレートパイレーツ新登場。滑ったりよじ登ったり遊び方いっぱい、楽しいアトラクションがラグーンに集まったぞ。家族みんなで遊びに行こう。定山渓ビューホテル。北ガスグループ6時間リレーマラソン in 札幌ドーム、7月15日開催決定。エリック・ワイナイナもやってくる。3月12日より参加受付開始。詳しくはホームページまで。テレ
レビも撮れちゃうバリュースターは 2TB の大容量、映画なら1400本、しかもスマホで持ち出せる電話サポートで安心。バリュースター大好き、安心簡単快適、バリュースター N。 NEC。ずっしり 450g の北海道産毛ガニ9杯合計4キロでお値段13,500円。今回はお求めやすい3倍セットをご用意、お値段4,800円。1杯 450g なら味噌も身もしっかり。お申し込みは 0120-555-115 555-115 まで。寝転んでパッと雪が天使みたいさ、だからかな笑い声。札幌市内アパマン仲介料0円。 POX 住むならボックス。美しくなりたい女性の皆様、お待たせいたしました。去年大好評のイベントが今年も開催決定、シルクの別品レッスン、チケット好評発売中。圧巻、圧巻、圧巻、冬だ、圧巻だ、圧巻、圧巻。無料送迎バス運行中。ソロモン流、都内に12店舗を構えるドミニクサブロンをまとめる若きパン職人、常に美味しいパンを求めて、フランス伝統の味にアレンジを加えた極上のパン作りに密着します。明日の朝刊は渡辺の記事でいきます。うん、で他の沿岸部はどうなんだ。はい、明後日の朝刊には間に合わせます。どうやるヘリもダメなんだろう。ここから現地に向かわせる。釜石、気仙沼、石巻。道はどうなんだ、現地まで行けるのか。通信状況はますます悪くなってんぞ。沿岸部はまず電話がつながらないと考えた方がいい。電話がつながらなければ原稿は送れない。行くだけじゃダメで戻ってきて書かなきゃ。分かってるよ。時間までに戻ってこれるのか。通信社の原稿も用意しておきましょう。明日の市内はある程度通信社に頼らざるを得ません。しかし明後日には全て自前の記事で読めたいんです。うちは東北の地元紙です。やらせてください。よし、現地まで行かせよう。東北道も三陸道もダメですが、4号線を使えば朝までには沿岸部に行けるかもしれません。かなり危険だな。誰行かせるか。こちらは現在の気仙沼市上空の様子です。広範囲で火災が広がっているのが確認できます。非常に広い範囲で火災が広がっているのが確認できます。もう一番こちら気仙沼市上空の様子です。潮見町、非常に広い範囲で火災が広がっているのが確認できます。火災の被害については確認でき次第お伝えします。気仙沼市の上空です。どうして火災が広がっています。津波なのにどうして燃えてるの。火災の被害については確認でき次第。丹野はちょっと前まで気仙沼にいましたからね。辛いでしょう。こちらは現在の気仙沼市上空の様子です。広範囲で火災が広がっているのが確認できます。丹野。はい。お前気仙沼に行けるか。行きます。行かせてください。分かった、頼む。俊郎。はい。お前も田野と一緒に気仙沼に向かってくれ。はい。あと菊池さんと連絡が取れないんだ、様子を見てきてくれ。分かりました。どれだけ時間がかかるか分からないが、準備ができ次第すぐに出発してくれ。はい、はい。
どい。もこら？もこら？どこに行ったの？もこら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 、こっち？ロビーにも避難してきてる人がたくさんいるから、どんどん作って。あ、じゃあこれもらってくる。はい、はい、いいかな、早く着いたらもう明るくなるまでは絶対に動くなよ。はい、はい、それとな、まだ余震も続いてるから絶対に無理はするな。わかりました、はい、行ってきます。気をつけて。じゃあ行ってきます。気をつけて。行ってきます。行ってきます。気をつけて。長官のお釣り来ました。連絡の取れてない販売所は気仙沼、女川、東松島、深沼は多分ダメ。通常の販売ルートで行ってください。無理しないで、ダメならすぐ引き返して。お願いします。お願いします。お願いします。この日、第一便の気仙沼行きのトラックは警察の非常線が張られていて進めず、引き返さなければならなかった。配送トラックがたどり着けたのは180の販売所のうち152店舗だった。信号全滅だな。大丈夫かな。警察だよ。ダメか。こっから先はダメだ。通れないよ。河北新報です。気仙沼に行きたいんです。気仙沼？無理だ、町が燃えてる。でもどうしても行かなきゃならないんです。お願いします。お願いします。分かった。危険だと思ったらすぐ引き返すんだよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。気仙沼の市街地では漏れ出した重油に引火し、大規模な火災が発生している模様です。繰り返します。気仙沼の市街地では漏れ出した重油に引火し、大規模な火災が発生している模様です。ガイアの夜明け、あの日から1年、戦う人々を見つめ続けた。やるよ、やります。復興への道。グルコサミンなら世田谷自然食品。あらまあ、まずはお試しください。さあ今日の折り込みで。
大原美術館展、モディリアーニ、ルノワール、モネ、奇跡のコレクション北海道初上陸、5月19日より北海道立近代美術館にて開催。直樹がカードに、美しすぎるカードゲーム、テルベロス、検索。ソロモン流、都内に12店舗を構えるドミニクサブロンをまとめる若きパン職人、榎本明。ここがゴールっていうのはないかと思うんで、常に美味しいパンを求めて。本場フランス伝統の味を引き継ぎ、さらに独自のアレンジを加えた極上のパン作りに密着。新作パンを生み出す苦悩の舞台裏に潜入します。はやぶさ帰ってくるよね。もういい。小さな探査機に乗せて思いは受け継がれていく。新しい道こっちだよって教えてくれてるみたい。俺ここに連れてきてくれてありがとう。おかえりはやぶさ。お任せください。クラシアンでは節水トイレをキャンペーン特価でご奉仕中。給湯器も特別キャンペーンで各メーカー半額。私たちがお伺いいたします。お申し込みは0120-500-500クラシアンまで。セイコーマート。ワインがある、ただそれだけで時間が優雅に流れていきます。シリサン G7 カベルネソービニオン。セイコーマート。ここで新しいニュースが入ってきました。仙台市若林区荒浜で200から300の遺体が発見されたという情報が入っています。繰り返します。仙台市若林区荒浜で200から300の遺体が発見されたという情報が入っています。戻ってこなかったね。うん、子供の上着取りに行ってくる。このまま屋上に行ったら食べに行っちゃう。ちょっとうちの子見てて。うん、気をつけてね。じゃ、お父さんとお兄ちゃん逃げたかな。とりあえず今日はなんとか乗り切れた。お疲れ様。お疲れ様です。帰れるものは帰れ。家族の顔見てこい。はいはいはい、いいぞ。お疲れ様。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。俺たちは当分帰れんな。覚悟はできてます。持久戦ですから。家を頼む。
ちょっと、ね、ちょっと来て。おい、大丈夫ですか？どかせ、ね、死んでるよ、もう。でもこのままじゃ運ばないと。あっちの方で人の声がしたってんだ。あんたらそっちに向かってくれんか。いや、でもこのままじゃ。運ぶってどこにだよ。それより生きてる人間探そうが先だろ。なんですか？うるさいな。なんであんたにそんなこと言わなきゃなんないんだよ。
俊さん、時間が。ですね。ごめんなさい。よかったです。無事で。みんな心配してます。外に出て津波に飲まれ、携帯もカメラも流された。胸まで使って死ぬかと思った。怖かった。逃げた人は目の前で亡くなってしまった。菊池さん、原稿書いてるんですよね。
たいです。私たち絶対に持って帰りますから。しらじらと悪夢の夜は明けた。湾内の空を赤々と染めた火柱は消えたが、太陽のもとにその悪夢の景色はやはりあった。気仙沼は今まで誰も見たことのない無残な姿を晒していた。その景色を見ることができたのはむしろ幸運だったのかもしれない。襲い来る津波に飲まれ胸まで浸かった。必死に柱にしがみついた。水かさは増す。死を覚悟した。すんでのところで老夫婦に助けられた。着替えを借り食事までご馳走になった。人の情けの温かさを今さらながら知った。地獄絵図の世界で頼れるのはそこにいる確かに身近な人だけだ。支え合い。気仙沼戻ったのか。まだです。どうします、通信社で行きましょうか。もう少し待ってくれないか。間に合うのか、もうギリギリなんだ。分かってる。でもあいつらの記事を載せたいんだ。俺だってな、自前の記事で行きたい。でもな、新聞出せなかったら意味ないだろ。必ず帰ってくるから。もう少し頼む。あと30分待てるか。わかりました。10時半まで待ちます。すまない。時間だ、通信社で組むぞ。頼む。帰ってきました。大丈夫だった。これ菊池さんのルポです。あ、菊池さん、ありがとう。これ大至急打ち込んで。はい。おい、差し替えよ、差し替え。最初に全部進むぞ。やめぞ。お前たちも原稿を書いてくれ、はい、40行だ。時間ないぞ。はい。あ、みんな急いでくれ。はい。生きてる人間探そうが先だろ。お父さん、お父さん、
どうなっちゃう。できたか。いえ。早くしろ、時間ねえんだぞ。そんな言い方ないんじゃないですか。こっちも間に合わないんだよ。分かってますよ、そんなこと。そんな簡単な現場じゃないんです。それを書くのが仕事だろう。全国紙やテレビはバンバン書いてる。こっちだって身を切り刻むようにして見出しをつけてるんだ。死者って見出しをつけるたびに生まれ故郷の人の顔が浮かぶんだよ。それを感情を切り捨ててやるのはプロってもんだろ。おい、やめろ。言い争ってる場合じゃないだろう。あ、どうした。あ、仕事戻って。どうした。すいません、思い出したらあまりにも辛いことばかりで気持ちを切り替えられなくて。いいんじゃないか、切り替えなくても。お前が見たまんま思ったままを書け。俺たちだって被災者なんだ。被災者である我々が被災地に入り、被災者と交わりどう感じたか、それを書こう。渡辺も菊池さんもそうしてくれた。はい。これからは全部署名記事でいくぞ。俺たちだからこそ全国紙では伝えられないことが伝えられる。そうだろう。それから我々はみんな被災者だ。お互い至らない点もあると思うけど、今は誰かを責めるようなことは絶対するな。はい。責めるのは状況が落ち着いてからにしよう。男性は声もなく結び泣き、動かない子供を力いっぱい抱きしめた。死を見ました。あまりに悲惨な状況で。そっか。なんか取材なんかしてる場合じゃない気がして、自分何やってんだろうって。うん、俺にもね、わからんよ。停電でテレビも見られない、ネットも使えない、どこで何が起きたのか分からず、みんなただただ不安になってる。俺たちにできるのは見て感じたことを書く。
疲れたな。ちょっと来て。生きてる人間探そうが先だろう。配れるところまででいいから。海が通れるかどうかも分からないから気をつけて。はい。安倍さん無事だったのか。本当に良かった。新聞を配りたいんだ。食洗機でチャレンジジョイ。こんにちは。本当ですか。こんな汚れ、はい、食洗機だとどうします。弱洗いしないで。嫌です。新しいジェルタブは液体と粉末が一つになって弱洗いいらないんです。ポンと置くだけです。では開けてください。おおすごい、キュッキュしてる。すごい。弱洗いなしで強力洗浄ジョイジェルタブ。あなたもサンプルでチャレンジ。さあ仕上げだ。よしどうぞ。これいくらにする？120円。これ120円。120円。これ120円。シーザーソースが決めて、レタス&ペッパー120円。総合ショールームアドバン。これ素敵。うん、かっこいい。こだわりの家づくりを支える豊富な品揃え。理想の住まいがきっと見つかる。もっと早く来ればよかったね。うん。東京原宿ショールームアドバン。世田谷自然食品。あらまあ、まずはお試しください。さあ今日の織り込みで。ぐる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 こさみ。今日の織り込みで。世田谷育ちのぐるこさみ。今日の織り込みで。まずはお試しください。ぐるこさみんなら世田谷自然食品。安倍さん無事だったのか。本当によかった。
新聞を配りたいんだ。え、取りに来た。店は流されたけど配達はできる。とりあえず500部用意してくれ。だってお腹それどころじゃないだろう。だからこそ配りたいんだ。配って読んでもらわんと意味ないだろう。テレビもないし携帯もネットもつながらない。向こうじゃ何が起きたのか全然わからない。みんな新聞を待ってる。分かった、すぐ用意する。お急いで。明日から必ず配送するから。全部流されて道が分からなくなってる。町の入り口まで取りに行くよ。助かる。一人でも多くの人に届けて。よろしくお願いします。おう。津波の前は店にいた。俺が逃げようとした時、父さんまだ店の片付けしてて。父さん、津波が来るって逃げなくていいの？これ片付けないと明日の朝刊配れないだろう。いや、片付けなんて後にして避難した方がいいって。分かったよ、先行ってろ、後で行くから。すぐ来いよ。ああ。新聞配るつもりだった。逃げるって言ったんだよね。先に行ってろって。だったらどっかに父さんも逃げてるよ。そうだよ、みんなで探そう。日が経つにつれ被害の大きさが明らかになっていった。すいません、お話聞かせていただいてよろしいですか？記者たちは過酷な現実に向き合い続けた。家も工場も何もかんもなくしてよ、もうダメだって。虚しくて頑張れって言われてももう十分頑張ってんだよ。記者さん、夜ここに泊まってみてくださいよ。夜中中誰か泣いてるよ。親を亡くした子が一人で泣いてるよ。
少し休んだら。でも書かなきゃ。私が中学生の男の子に話を聞いたんです。その子父親を探して避難場所を回って安否確認の掲示板を一つ一つずっと探して同じ場所を何度も何度も。でもそこで私にできることは何もありませんでした。だから私が記事を大丈夫よ、安心して。大丈夫だから。震災発生から9日、ある奇跡が起こった。生存者確かか？無理しないでね。もちろんあなたのためにもタバコはやめた方がいいと思うけど、禁煙できなくてもあなたが家族を愛してくれてることは十分分かってるから。とにかくお医者さんで話聞いてくるから。愛が足りないわけじゃないんです。そうなんですか？タバコをやめるには治療が必要なんです。おかえりなさい。なんだか嬉しそう。いいマンションあるといいね。え？あの町この町住まいのことならいい。お世話になってます。どのような住まいのことなら信頼のブランドリクシルグループの。いい家あるいい夜へ。まとめ買いもすべてヨドバシカメラで。家電のセットもテレビのセットも豊富にご用意。組み合わせ自由でお値段もポイント還元もお得です。まとめ買いの際はコンシェルジェをご利用ください。大人気のスマートフォン、ご説明設定もお任せください。カメラもパソコンも健康家電も時計も電子辞書もヨドバシカメラで。インターネットでも店頭でも安心のヨドバシカメラは安さ品揃え接客応対商品知識日本一を目指します。即日翌日指定日配達ヨドバシカメラなら安心です。ニューヨークで話題のレノアアロマジュエルはこれこれ、香り付け専用のビーズです。ニューヨークで洗った服もまだ香ってる。アロマジュエルレノアから。時間が経つほど頑固になるシミがある。シミ予防に新戦力 SK-2 の美白はふやかしシミを根付かせない。これで戦う。震災発生から9日、ある奇跡が起こった。生存者確かか？はい。ドライバーが偶然消防の無線を拾いました。よし、分かった、すぐ向かってくれ。はい、行くぞ。はい。触って、はい、こっち触って。ちいさ、おばちゃん大丈夫？おばちゃん、よかった。生存者2名確認。よかった、おばちゃん。おばちゃん頑張って、頑張って。もうすぐだから頑張って、頑張って、ね、お願いします。すいません、頑張れ頑張れ。よしよし、よくやった。親族がいないか当たってくれ。いたら頼む。石巻で2名救出。はい。おい、石巻に生存者がいたぞ。おい、
降りることね。はい、ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。家の壁じゃない。ああ、そうだね。はい、もしもし。はい、そうです。はいはい、はい、わかりました。はいはい、すいません。どうしたの？お父さん、ダブル発電なら昼は太陽で発電、ガスはいつでも発電。ガスマイホーム発電、北ガスのコレモとエネファーム。大原美術館展、モディリアーニ、ルノワール、モネ、奇跡のコレクション、北海道初上陸。5月19日より北海道立近代美術館にて開催。車を買うなら売る時のことまで考えて値下がりしにくい車をお勧めします。これはガリバーならではの値下がりしないランキング。この結果はダメ、テレビで言っちゃダメ。今ならレクサスプレゼントガリバー。ふわっとクリオネのように軽い、柔らかく曲げても平気な驚きのメガネフレーム、超弾力軽量新素材メガネ、クリオネ誕生。メガネのプリンス、未来世紀ジパング。止まらない中国偽物パワー、モノマネ携帯に揺れるアップル、 iPad 商標問題、そしてその勢いはアフリカの大地にまで拡大していた。あのマサイ族の生活に大きな変化が。全部中国製ダミーだよ。買い時は家事や買い物をやってくれる代行サービス、激安も登場。揃う、まとまる、ニトリの新生活コーディネート。お値段以上ニトリ。春休みファミリープランでは感動の10万系のイルミネーション銀河を見て、日本初上陸スイングスプラッシュで大はしゃぎ。レストランパレシオでは春の装いバイキングが新登場。東野サンパレス。次回は4月21日22日の
看護師への道、夢の扉を開けてみませんか。夢を形に変えた1万名以上の看予備卒業生が社会で活躍しています。看護事件本気なら看予備。父さん、あの時無理やりでも父さん連れ出してたら。違う、あんたは悪くない。父さんは足もあるね。お疲れ様。これ、母さんがプレゼントしたバッグ。独立おめでとう。夢が叶ったね。これから長い間いろいろ大変だけど一緒に頑張ろう。寺さん気をつけてね。うん。晩ご飯な湯豆腐がいない。記念に少し高いお酒を買いました。はいはい、家のローンが終わった日にお父さんと二人で飲みたいです。私の夢はこのお酒を飲むことかな。よろしくね。Thank you.
俺は多分長生きしないから、みんなのことよろしくお願いします。人生最愛のパートナーでした。ありがとう。ありがとうございました。ねえ、アラちゃん、独立するって言った時反対すればよかったのかな。そしたら荒浜に来ることもなかったし、流されることもなかったかもしれないよね。何かあったらいつでも連絡して、何でも相談乗るから。ありがとう。俺、新聞販売店で働こうと思うんだ。いや、今まではなんとなくだったけど、今は自分の意思でそうしたいって思う。そんな、責任感じなくていいんだよ。俺も父さんと一緒で新聞配達好きなんだよ。人と人をつなげるすごい仕事だって思う。いつか新聞販売店で独立したい。父さんのように。それが俺の夢。震災の翌日、河北新報が配達されました。その時の嬉しさを伝えたくてこの手紙を書いています。電気も止まり、何もわからない不安な朝、玄関先に河北新報が届いていました。
そこだけ日常があるようで明るい気持ちになりました。取材して記事を書く人、印刷する人、配達する人、そういった大勢の人たちとつながっていると感じられました。ずっと新聞イコールニュースと思っていましたが、そうではなかったと気がつきました。河北さん。はい。あ、いつも呼んでるよ。ありがとうございます。これ持ってって。もらえません。いいから、いいから。ありがとうございます。頑張んなよ。失礼します。人間って強いな。何をしていたんだろう。何度もそう思った。地震はまた起こると予測されていた。月に一度警鐘を鳴らす特集も組んできた。しかし多くの犠牲者が出てしまった。果たして十分だったのだろうか。あっ、違うんです。風化させてはいけない。まだ何も終わっていないのだ。河北新報には地元紙としての責任がある。生命、財産、自由というものを守るというのがやっぱり新聞記者の根底にあるんだと思うんですね。やはり何が起きたのかをきちんと記録していかなきゃいけないと。それは記録がですね、最終的に未来の防災のですね、教訓になるということです。読者もそれを望んでいるしですね、何が起きたのかをまずしっかり伝える。自分たちの新聞を通してですね、地域の人たちが力をですね、得られるような使命を作っていかなきゃいけない。どんなに河北新報の気仙沼総局の建物です。大震災から1年が経ちました。今でも新聞記者たちはあの報道で良かったんだろうか、もっと別の伝え方ができなかったのかと悩んでいるそうです。そんな悩みを持ちながらも、今日もそして明日も新聞を読者に届ける、それが新聞社の役割です。僕は神様でないから。俺
彼は多分長生きしないからみんなのことよろしくお願いします、人生最愛のパートナーでした、ありがとうってお父さんが私に書いてくれて、それを津波で何にもない中からこれがちゃんと、お父さん亡くなる前から将来継ごうって思ってらっしゃいました？思ってましたね、自分は。はい、俺しかいないだろうとも思ってました。あなたと巡り会えたこと、偶然を装いながら、奇跡はいつも近くにいる。